ございます。こちらアビスラ選びこちらはやっぱり赤ですね朝ごはんです。最高。サチいただきます。リフトにちょっと乗ってで歩きます。登りますどういうバイバイ。行ってきます。ありがとうございました。親友さん素晴らしかったです。楽しかったね。最高。朝から温泉に浸かったんですよ。露天風呂にね。気持ちよかったね。マジで最高だったね。ポカ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 。朝ごはんも美味しかった。最高です。じゃあレッツゴー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 お願いします。やばいやばい、めっちゃ変な人が困ってる。どうぞー。トラックの人に絶対手振ってたからめっちゃ見られてたよね。マジ、みたいな知ってるっけ俺絶対知らん。あ、木か。あれクリームだね。土だよね。木か、土だよね。今から車山高原、うん、車山って読むかな。車山車山車山高原まで車で40分です。光の扉がすごいです。楽しみ怖い。バレーも反射神経がさないぞ。バレーって反射神経いいのかな。いいでしょ。あんなだってボール飛んできてさ、それ取りに行くよ。知ってる。絶対危ない。あ、そうなのかな。これ昨日あ、カミスワ。カミスワ行き。何？持ってきたっけと思って、カナコに持ってきたのよかった。めっちゃ綺麗だね、街並み。うん。あ、見れるんじゃない？行く途中にスワコが、その昨日撮ったさ、山に囲まれて。あー、山登ってる時撮ったの。そう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 。見れるかな？でも遠くね。遠いかな。楽しみ。幸せな休日やな。もう一日欲しいね。欲しい。でも結構ゆっくりできたよね。うん、マジで充実。温泉が気持ちよすぎる。
白なんか面白かったよ。美白だった。美白すぎた。絶対その角度なんだけど。YouTube の方教えてください。YouTube の方。YouTuber の方教えてください。私ソロになっちゃった。いいんじゃないソロでも。いやだよ。もういいかな。じゃあ行きまーす。バイバーイ。バイバーイ。お願いします。まんま。え、何かしようかな。何かしよう。いや。車のトランクだっけ？そう。食べるの前だ。ああ。もうさ、置けないよね。うん、思った。思ったんだ。やったー、いただきます。トウモロコシ。あったかい日向。もう冷めちゃう、冷めちゃう、こんな手で触って。やばき、待っていい？どうぞ。どうやって食べる？割る？これも。端っこもいいんじゃない？割れる？割れないかな？いただきます。冷めちゃう。これがいいね。パタパタ。うん、うん、うまい？最高。トウモロコシ汁が。めっちゃ落ちてる。後で食べます。最高。置いとくよ、半分。ありがとう。あ、めっちゃ美味しい。うん、美味しいです。かわいい。うん、うまうま。汁が垂れるの気をつけて。ジューシー。ジューシーだね。めっちゃ歯に挟まってる。めっちゃ挟まってる。うん、めっちゃ美味しくない？うん、幸せ。食べ過ぎだな、マジ。やばいよね。だって朝ご飯食べた後に結構ボリュームある。なんかそばの味しない？そば、そばっぽい。うん、あんまわかんない。Never thought you would, never thought you could forever be my never. Sadly, it's all good. Sadly, I don't need it.Still in battle with my demon. When it comes to season, you're only there for summer. Where were you in winter? This time I've got filter, and you won't see through. This time I see you. Don't you dare say you love me.普通の格好で。やばい、超楽しみ。めっちゃ綺麗。綺麗すぎる。いい画だね。いい画。イエーイ、イエーイ。
寒いです。冷た。冷たすぎ。カイロ必須です。冷た。やばくない。うん。やばいよこれは。氷として使えるぐらいの気持ち。触ってみてください。歩き始めて思った。あれ？と思って。大丈夫かな？頑張りまーす。意外と急です。頑張ろう。おー。すごい。こんなに今までなかったよ。すごい。頑張りまーす。頑張ります。あ、音取る？いや、全然ならないところだった。いいのかな。あ、危ない。足をね。綺麗。すごい。めっちゃ綺麗。わかるかな。景色の良さ。うん、絶対ホームで。伝わんないよね。すごい。富士山見えるかなとか。どうだろう。調子いったら見れるんじゃない。ね、見やすい。景色が良すぎる。やばい。日頃の運動不足があらわになる。バレる。チャリすら乗ってないからね。チャリ買ったんだってだから。そうなの？そう、なんかもう鍛えようと思ってね。クロスバイク買った。クロスバイク？しかも結構本格的だよね。いい道。この道移して道。一本道。イエーイ。めっちゃいい感じ。綺麗。超綺麗だよ。息切れするよ。息切れした。素敵すぎる。重いよねカメラ。つかの間の休息タイム。つかの間の。本当に綺麗。やばいね。あっちの方まで攻めて。その道あるの？歩けるの？本当よ。あれがあれじゃない？一周コースみたいな。あ、絶対無理やろ。あっちまでなら。すごい。でも結構登ってきたね。うん、こう見たら。あそこから。あ、あそこか。意外と登ったくない？意外と登ってきた。うん。しっかり登ってるよ。わかんないけど。気持ちいいだね。すごい。500m ぐらいしか。頑張ります。これは頑張るに入るのかな。みんなからしたら。疲れました。まあまあな坂だよね。うん、急すぎて。足が。足やばい、ほんと。太ももやばい。1999年に設置したんです。私は1つしたら、まさか生まれない。
way too strong. Wish that you could turn a heart off. Made of glass and they always crack. I wish that I could make it stop. Wish that you could turn a heart off. すごい。山頂。山頂。1925米メートル。メートル。バレた。バレるよ。山頂でーす。素晴らしすぎる。嬉しい、本当に。プロボックルヒュッテ、プロボックルヒュッテ、いや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 、やりラフィー、やりラフー、やりラフーだけそれ、やりラハハハ、マイヤヒーだよ、やりラフィーは普通に、これか、うん、なんか人のこと、いや、やめてよして触らないでビビデバビデブーブ、そんな歌あったっけ？あります。ブーブンバイヤーや、またや、山を越え行こうよ、口へ吹きつつつつ、月が綺麗だよだけ、虹か、虹二の月ってなんかありそう、向かっておしゅきや、それ歌じゃないやん。へぇ、罪あげたものぶっ壊して、あと全尺わかんない歌詞続きが、手じゃあ手ぶ壊して、手手をつないだのみたいなのなかったっけ、僕の方から、わかんない手のひらを太陽に透かしてみれば、わバーバスに乗って行こうよ。わかんない。バーバ、しんちゃんのしか出てこない。昨日言ったしな。何しんちゃんね。バイ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 。あー。けどバイ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 。二回はダメなの？いいの？逆に。いいよ。また会える日まで。で、車山に行ってきましたー。バフバフバフ。バフバフ。盛り上げ方昭和昭和でもそんなことしない。今から念願のカフェに行きます。はい、カラバックでヒュッてに行ってきます。もうすぐ着く、うん、楽しみ、お腹空いた、食べてやばいよね、ほんとマジでやばい、昨日からずっと食べてるもん。でも気にしません、気にしません。あの高原のさ、景色見れながらさ食べれるのかな。あー確かにね。え、どうなんだろう、最高じゃない、うん、見えるんかな、そこから。もなんか途中にあったけど、さあどうでしょうか。あ、すごい、なんか掘るんだっけ、
丸いやつ、うん、あれ持ってた今。かっこいい。山の中で炎吐くとかめっちゃかっこいいんだけど。ペータとかさ、わかる？ペータペータ、ペータじゃないわ、パズー。あのさ、あれめっちゃ出せ、天ラピュタでさ、でってーてれってーてってーてれってーって吹けたよ。ラピュタ見たことないの。パズーがね、めっちゃこういう、あ、やっぱキャラの名前だよね、パズーって、うん、楽器だと思った。あ、違う、パズーっていう人がペットを吹くの。めっちゃ素敵だよ。絶対気持ちいい、こんなとこで吹いたら。吹いてはなかった、さっきの人。うん、なんか写真撮ってた。いいね。でも吹くんじゃない。天気晴れてマジでよかったね。いや本当にね、雨だったらちょっと最悪ね。うん、ちょっと行くってなるダメ。登るやめとった。あ、芝やばそうだもんね。うん、ドロッドロよ。うん、あ、すごい高くなっちゃった。あ、鹿横断注意だ。こんなとこに鹿いんの。最高のドライブ。わ、絶対気持ちいいね、バイクで来るの。うわ、乗れないけど。バイク乗りたいなって言ったらさ、周りさ、やめてよって言われた。私も乗れた。怪我するで、絶対気持ちいいじゃん、でもこんなところ、うん、最高じゃん。だから自転車だ。いえ、シューのも自転車生活してた。つらー、ここ自転車は。さすがに車で積んできて、チャリ。あ、そういうことね。なら行けそうだね。まだすごいじゃん。席を決めてだって。大丈夫です。いいんですか？巡り合わせだから順番に帰っていくから空いてる。ああ、そうなんですか？いつも空いてないんです。へえ。ラッキーなんだ。すごい。ここにしよう。すごい。めっちゃいい匂いする、ボルシチ。どっちですか？ミルクとお砂糖いる？幸せだね。うん、幸せ。最初ってこれ2杯分しかないよ。しみる。あ、食べる。うまうま。うん、結構分厚いね。うん、美味しい。うまっ。この景色見ながら食べるの最高すぎる。うん、ちょっと贅沢。うん、もらえた？うん。あ、間違えたかもしれない。こっち見た？あ、もう。
取れちゃう。悩む、どうしよう。お土産も見たい。あ、見よう。なんで？うん、でかい。お蕎麦美味しそう。お蕎麦美味しそう。今日胃袋無限なんだけど。美味しそうに見える。どうしよう。食べれるし。何が？ワンちゃん。まあ七時に食べとるもんな、朝ごはん。そうや。さっき昼ごはん食べたけどね。でもあれはまあ。お昼ってなんか。なんかパンは、私パンマジ無限食べれるんだよね。美味しい。なんかさ、諏訪湖が見れるさ、展望台行きたい。うん。あるよ、諏訪湖見れるとこ。行ってたか。まだ時間ある？うん、全然。じゃあ行きたい。元気だもん。I didn't mean to hurt you.Really pretty and funny and smart. バブティー、スワフに来ました。確かに逆光ポケットにおやきキュンです。ポケットからおやきキュンです。おばあちゃんポケットからおやき。左はかぼちゃ。コンサート開きそう。歌ってきた服で何度でもってローアングルすぎ。新画角。お前は誰だ。私の名は入れ替わってろ。結構冒頭だよこれ。ここのシーンじゃないよ。ここはあなたは誰。僕は誰。忘れちゃった。僕はどこから来た。いや次のやつかな。私見たの。なんだっけ君の名は。あ確かに。こっち切り出したいかぼちゃん。言わんのかい。切り干し大根いきます。うわっ、イエーイ。うわおやきとともに。レビューをお願いいたします。美味しいですか。かぼちゃ、ホクホク甘い。野沢菜、かぼちゃ、切り干し大根。順位は、野沢菜が1位かな。あ、同率で、食べたい気分によって。やっぱかぼちゃのが甘いからさ、ちょっとなんていうの、スイーツ代わりじゃないけどさ、そんな感じじゃない。なるほど。キャラコも野沢菜が1位だな。食べ過ぎてさ、ずっとなんかちょっと膨れるってなんかなってない。ちょっと溜まってる感じしない。お腹いっぱい、さすがにね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。 Take my sweet time.Taking my sweet